対岸には香港が見える、わずか数キロ離れたこちら中国深圳の競技場に、武装警察の車が止まっています。非常に多いです。走行車も確認できます。香港に隣接する中国深圳の競技場には走行車や隊員を乗せる特殊車両数十台以上が隊列を組んでいます。競技場内では武装警察によるデモ制圧訓練が行われ、香港のデモ参加者に似た黒いシャツを着た隊員の姿も確認されました。武装警察は中国本土でテロ対策や暴動の鎮圧を担当する組織で、香港のデモに対して実力で対処する可能性も示した形です。